Osaka 85.1 FM Osaka みんなで作るラジオファンタスティックレディオ FM Osaka みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。こんばんは、ファンタスティックスのリーダーパフォーマー世界です。今週のファンラジオは久しぶりのソロ回ということで、私世界がお届けします。ということで、なんと今日はファンラジ250回目の放送となります。すごい、おめでたいね。もう本当にこれもね、聞いてくれるファンタジスタの皆様いつもありがとうございます。ということでね、今日はお前ら耳かっぽじって聞けよ。そんな節目の回でもある今日のファンラジオはですね、久しぶりにゲストをお迎えします。僕も緊張して口が回るか心配でございます。そしてその方とはなんと声優の神谷明さん。成長したな、ファンラジ神谷さん呼べるようになったか。そんな皆さんの人生の中でもね、神谷さんが演じたキャラクターが必ずお一人はいると思いますけどもね、いっぱいいるよ。今日はあの人かな、あの人かもしれないよ。あの人の声が聞けるかもしれないよ。そしてそんな第一線で活躍し続ける神谷さんとどんなトークになるのかお楽しみに。ということで、僕たちファンタスティックスと、いや今日は私と世界とファンタジスタのみんなで作るラジオ、いやいやいや、今日は私世界と神谷明さんとみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、今週もスタートです。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。さあ、それでは早速本日のゲストをお迎えしたいと思います。それではお声をいただけますでしょうか。こんばんは、神谷明です。もっこり、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やばい、来たよ神谷明さんが。ねー、今回なぜファンラジにお越しいただいたのかというと、はい、神谷さんが出演された数々の名作の中の一つ、シティハンターの劇場版最新作が来月全国公開されます。そうなんです、はい、そして実はなんと私世界もそれに出演しております。そうなんです。だからそれも、はい、偶然とはいえそうですね、一番最初会った時に共演できたらいいねみたいな話があって、はい、そうですね、すぐでしたね。びっくり。本当、本当にあのシティハンターということでね、はい、劇場版シティハンターエンジェルダストについていろいろお話を伺っていきたいなと思うんですけども、はい、早速なんですけども、神谷さん、今作には最強の敵と最後の戦いへというキャッチがついてますが、そうなんですよ。改めてどんな内容になっているかちょっとご紹介いただけますか。まあ、シリーズ最新作となります、はい、今回の劇場版シティハンターエンジェルダストは、まあラストチャプター、はい、最終章に入ります、はい、で、今回はその幕開けにふさわしい量の原点に迫る内容になっているんですね、はいはい、で、香織を演じる井倉一恵さんをはじめ、はい、オリジナルキャストが全員集まってるんですよやばすぎます、ね、さらに沢城みゆきさんや、はい、関智一さん、はい、木村昴さん、はい、堀内健優さん、はい、世界さん、はい、などなどね、新たに参加してくれた豪華声優陣にも注目していただきたいと思います、はい、で、エンディングテーマは、はい、もちろん TM ネットワークさんのゲットワイルドなんですけれども、はい、今回はオープニングテーマの What Ever Comes も書き下ろしてくれました、はい、素晴らしい。でもとにかく世界くんもゲスト出演してくれていてだって一緒に収録やったもんね。やりましたよ本当、僕びっくりして現場行ったら皆さんいらっしゃったので、そうで監督もはじめこうプロデューサーさんたちもみんないたので、いや俺まさか一緒にこうお芝居できる日が来るとはと。いやでもよかったよね。まずまあちょっとブースは分散で違ったんですけど、ただ僕の隣に野上紗英子の一流斎さんと、あと牧村の田中秀之さんがおっといらっしゃったので、まあまあ緊張しましたねそりゃ緊張するよねそしてこう耳からは神谷さんと源田さんたちの声がね、はい、お芝居が生でお伺いできたのは本当に貴重な経験をさせていただいた。だけど世界くんもゲスト出演しているわけですから、はい、絶対たくさんの方に見ていただきたいと思いますね。内容はもう本当によくできていますから。そうです、ね、やばいです。はい、そしてですね、ちょっともうちょっとシティハンターの話をしていこうかなと思うんですけども、うんうん、まあシティハンターといえば毎回アクションシーンをはじめですね、絵の作り込みなど描写など、はい、並々ならぬ監督さんたちのこだわりを感じますけども、はい、神谷さん自体はこう出来上がった映像、まあ試写とか
いろいろ見た中でこうなんかうわこの描写すごいなとか、うん、まさかこうなるここまで細かく描くとは思ってなかったみたいなのとか、まあ、プライベートアイズもすごかったですけど、過去作とか、今回の映画は、はい、何しろ緻密だなというのが第一印象 で、ね、さらにカーアクションとかも、はい、CG をうまく使ったりして作られているなと思うんですが、はい、自分としては、はい、リオのマンションありますよね。 はい、あそこに、はい、まあ、リオちゃんがもっこりすると、はい、香りがトラップを仕掛けてくるわけですよそうですね。これが今回またあって、あこないだ壊したのに、はい、よくまた作ったなとで、まあ、頑丈ですよね。あったりしてはい、はい、そういう意味ではアイデアと絵っていうんですか、はい、もう両方ともそういう意味では驚きましたね。よくできてるなと思って。本当にだから前半はもう調子に乗って、はい、楽しくやっていたんですけど、はい、ストーリー展開がものすごくこう急にギュッとシリアスになってるんで、いやー今回のはそうですね、はい、特にただなんか見ている方としては自然にこう入っていける内容にはなってるよね、はい、これはもう皆さんぜひ見てください、うん、そして、まあ、シティハンターはねオリジナルキャストの皆さんで今回も演じられてますが、はい、劇場版のアフレコはどのような形でというのですけども、率直にちょっと僕このラジオっていう場を使って聞きたいんですけど、はい、僕大丈夫でした？大丈夫、バッチリバッチリでした、うん、一緒に撮ったからよくわかってるわけうん、いや本当に緊張しました。それまでその声の仕事もやってるって聞いていたけど、はい、もう一声聞いて、はい、一芝居聞いて、はい、大丈夫と思った。よし、神谷さんからの太鼓判をもらいましたから、うもうね仕事をください皆さん。だから本当にやっぱりあとは場数だから、はい、たくさんお仕事をこなしてほしいなって正直に思いました。いやもう本当も子供の頃から僕も神谷さんが出られてる作品とか、うん、それこそシティハンターも子供の頃からずっと見てたんで、うん、そういうこうアニメだったりこう俳優だったり声優っていう業界をちょっとでもなんか盛り上げていけたらなっていう思いはずっとあったんですけど、うん、ぜひ逆に言えばもうバトンタッチをね、いやいやいやする、まあ、年齢になってきたんで、やっぱり関君や木村君や世界君にはそのバトンをしっかり受け取ってもらって、さらに後輩に渡してもらいたいと思うな。頑張ります一生懸命。ぜひ頑張ってください。だからまだまだたくさん現場で一緒になりたいよね。なりたいですよ本当に。そう思います。本当にお願いします。はい、さあそしてですね、うん、神谷さんはアニメシリーズから通して主人公サイバリョウを演じられ続けていますが、サイバリョウというキャラクターをどのようにして掴んで作り上げていったのでしょうか。うん、また魅力はどんなところにあると感じられますかという。原作を読ませていただいて。はいはい、やっぱりかっこよくて、うん、優しくて、はい、絵で強くて強くてで面白くてでドジでスケベスケベですね。なんか男として演じたい役だなっていう風に感じて、この役はやりたいと思って、はいはい、で演技とかその他は、はい、変な話なんだけど好きなようにやったの。りょうちゃんがやってるように、はいはいはい、だから声も、はい、これサイバリョウの声じゃないよなって思いながら、それでもだから俺を呼んだのは君だろって言いながら、りょうちゃんもう大好きとかもっこりとか言ってるわけじゃないですか、はいはいはい、これ一つのキャラクターではないよねやばいですね。でもその時にその、はい、北条司さんの、はい、作り上げたサイバリョウというキャラクターが全部受け入れてくれて、さらにお客さんも受け入れてくれて、はい、これは幸せでしたね。もう別番組ですけど神谷さんの中ではこう僕の集大成のようなこう男って芝居っていうのをこうおっしゃってくださった時に、うん、はい、なんかやっぱ僕らとしては、まあ、僕今32なんですけど、はい、こう子供の頃からもう完成されたサイバリョウがそこにいて、うんうん、こうずっともう1話の段階から、はい、こうまあ、大人になってからも見直したりするじゃないですか、うん、変わらずずっと今から昔まで現在まで変わらずサイバリョウが完成形で居続けるっていうのが神谷さんやっぱすげえなっていう。っていうか僕も、はい、世界くんの頃は、はい、ああいうキャラクターやってみたいと思っても、はい、
技術が全く伴わなくて、あ、要するに自分で描けるけど、はいはいはい、それをあの思った通りに演じることはできない。それがあの役にあったのプラス10年ぐらい後なんですよ、はいはい、37ぐらいで、はい、キン肉マンに出会い、そっか、その後そうですよ、ね、2年後ぐらいにケンシロウに出会い、はい、やっぱりこう順を追っていったからこそできたのかな、はい、だからその今世界くんの年齢の頃、はい、僕自分で何をやってたかなと思うとドカベンかな、あ、うん、まだ2枚目いやーすげーいやいやすごいですよ本当に、うん、もうドカベンをその年齢でやるのもすごいですけど、もうどんどん次から次へと本当にもう主人公もそうですし3枚目2枚目も全部やられて、はい、うん、それを経てやっぱこうサイバー寮っていうものが出来上がってるのが素晴らしいですね。だからあともう一つ面白いのはその、はい、ドカベンの話なんだけど、はいはい、主人公のドカベンを田中秀幸さん、はい、で、あのアホのいわきを源田鉄章さん、はい、で僕は里中という役をやってて、はい、それが亮と海坊主と牧村だからね、はいはい、うん、なんか不思議な縁ですよね。声優って面白い仕事だなと思いますね。いや本当にそう思います、はい、いやまだまだね神谷さんとなんか現場をご一緒したいですね。本当ですよ、うん、いやそしてですね、はい、そうして作り上げたサイバー寮なんですけども、今作でもその魅力を感じられる内容になっていますでしょうか。そうですね、シティハンターワールド全開で、はい、で僕が全部を一言で言い表すと、はいはい、ゲラゲラ、はい、ワクワク、ドキドキ、ハラハラ、ジーンですね。ほんとその通り、はい、いや僕もねシナリオ読ませていただいた時に、はい、やっぱ本当にその通りだったので、これはもうぜひ劇場で体験してほしいなと思います、はい、お願いします。劇場版シティハンターエンジェルダストは来週9月8日金曜日から東宝シネマズ梅田、 TJOY 梅田、東宝シネマズナンバー他にてロードショーです。それではここで1曲お届けしたいと思います。神谷さんには後半も引き続きご登場いただきますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではお届けしましょう、劇場版シティハンターエンジェルダストのオープニングテーマ TM ネットワークで What Ever Comes。 FM 大阪からファンタスティックスの世界がお送りしていますみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、今日は声優の神谷明さんをゲストにお迎えしてお届けしています。神谷さん後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてここからなんですけども、はい、神谷さんにファンラジの企画に参加いただこうと思っておりまして、ね、ぜひぜひゲストをお迎えした時にやっている企画なんですけども、僕ファンタスティックスと神谷さんがもっとお互いのことを知ることができるであろう質問を、はい、スタッフさんが用意してくれています。今回はシティハンターのアルファベットが書かれた封筒から神谷さんにどれか一つ選んでいただき、そこに書かれた質問に答えていただこうと思います。わかりました、はい、シティハンターという CITY とかね書いてありますね、そこの一文字から選んでいただこうと思うんですけれども、じゃあそこから僕が引けばいいですね、はい、いっぱいあるのでぜひ、はい、わかりました。シティハンターと書かれたスペルがいっぱいありますので、まず、はい、これでいきましょうか。あ、Y、 Y、 シティハンターの Y、 Y ではですね、選んだ封筒から質問が書かれた紙を、あ、いいですね。ではですね、はい、シティハンターの Y、 はい、英語で Yet、 あ、Yet、はい、まだまだというんですね、うん、これは質問的にはまだできてないこと、そしてまだ演じられていないキャラクター、うんうん、ということなんですけども、まだできていないこと神谷さん何かありますか。僕写真が好きなんですけど、はいはいはい、写真って極めれば極めるほど難しくて、はい、で、さっき言ったようにキャラクターなんかでも自分の想像しているものを想像通りに撮りたい、はいはい、もしくは見えているものを見えているもののように撮りたい、はいはいはい、でもカメラというものを介すと、はい、それがなかなかできないんですね。そうですね、レンズの種類とかにもよって変わっちゃいますもんね。フィルターを使ったりとか、それがまだできない、はいはい、でもまだちゃんとした写真は撮れないけど、はい、それでも失敗しても、はい、なんかまた次頑張ろうって思えるから、なんか写真という趣味をね、はい、やり始めて20年ぐらいなんですけれども、はい、
やっててよかったなと思いますね。いいですね、はい、カメラ今ちなみになんかカメラの種類とか何使ってる？僕はもうずっとキヤノン。あ、キヤノン、はい、へえ、やっぱいいですか？あのいわゆる使い方が一緒なんで、あ、だから他のカメラとの違いっていうのはそれほどわからないんですけど、はいはいはい、あのどのカメラを扱っても大体同じなんで、はいはい、扱いやすいっていう。僕はソニーをよく使うんですよ。ソニーは発色が綺麗 で、ね、はい、なんか、はい、僕やっぱダンスやってるんで、うん、動画撮ることが多くて、はい、で動画僕、はい、撮ってましたソニーでいいですよね。動画はソニーがすごい使いやすくて、はい、よく使ってますね、はい、あとまだ演じられていないキャラクターっていうのがありますね。僕としてはりょうちゃんが年を取ったようなキャラクターを演じたいんですよ、はい、あ、それは見たい。確かに、あのどっちかっていうとそうするといやいやなんとかでなって言いながら声を変えられるじゃないですか、はいはいはい、声変えると芝居の幅がぐんと広がるんですよ。だからそんな役をやってみたいな、はい、なんかこう70歳80歳ぐらいの冴羽亮とか見てみたいですよね。とんだなっちゃうんだよね気になりますよね、はいはい、それではもう1枚ぐらい引けますか？わかりました。じゃあこれで、お、はい、大丈夫ですか？シティハンターの愛、愛ですね、アイテム、アイテム、仕事の必需品はという。あ、仕事の必需品、まあ、これこれペンですよね。それで最近はこれですね、クレタ系というところで出している水性ペンなんですけど、はい、この太い方はこれ文字を消す時に使うんですね、はいはいはい、で水性だから裏にあんまりにじまないですね、うん、それとこの細いペン、はい、これで訂正した文章を横に小さく書き込める。でもやっぱ普段の仕事からもうずっとそのペンなんですね。もうね、ここ15年ぐらい、長っ、はい、いいんですね。これ本当にいいんですよ。それ買おう。あ、ぜひぜひ使ってください買います、はい、まあ僕は必需品は、うん、あ、僕でも音楽よく聞くので、はい、こうイヤホンとかそういうのが一番、ね、それはもう絶対必需品だよね。なんかテンション上げる時とか、はい、神谷さんってテンション上げる時とかってなんかやったりします？やっぱり音楽を聴いたりはしますけど、はい、そういう機会がない時は、はい、もう無理やり自分の中で本当に上げていくか、その役からもらうっていうか。一流ですねやっぱ。いえいえいえ、本当にもう何かに頼らないとテンションは上がることないですからね。でもそれも大事嬉しいな。そう思います。そう言っていただけて嬉しいな。これどうしよう、もう一枚、あとじゃあもう一枚、じゃあまだ残ってますか？シティハンターの You、 You、 はい、アップデート、最近買い替えたもの、仕事をする上で常にアップデートを心がけていること。最近買い替えたものありますか？あるんですよ、扇風機。え、跳ねないやつですか？そうです、そうです。 あれいいですよね。あれいいですよね。僕も使ってます。改めて使ってみてすごくいいなと思いました掃除がしやすいですよね、あれ。全くその通り。それも意外と軽いし。軽いし、うん、分かるな、はい、はい。あとは仕事をする上で常にアップデートを心がけていること、これをこうしよう、ああしようみたいな。お芝居はねもちろんありますけど、やっぱり常に新しいニュース、はい、いろんな、はい、情報は仕入れようとはしてます、はい、神谷さんラジオのパーソナリティもやられてるから、はい、こう時事ネタとかそういうのも常にこう新鮮でいないとってことありますよね。でもやっぱり自分が好きなのは、はい、それこそ家電とかファッションだからそっちの方に気が行きますね、はい、もちろん政治のこととかも一応語れるぐらいは、はい、知ってますけど、はい、でも、まあ、好きなものの、そう、あまりそういうところになんか自分を振りかざしたくない、はい、うん、はい、これどう、もう一枚行くの？あ、もう行かないの？いや、もっと行きたかったなということでですね、いろいろとお話ししてきたんですけど、もう短い時間でもうあっという間ということで、本当ですね、初めてのファンラジでしたけども、はい、そして初めて僕と1対1のラジオでしたけども、はい、いかがでしたか？いや、もういわゆるラジオらしくて、はい、いいっすね。あ、よかったです。はい、でこうリスナーの方ともつながっているっていうのがよく分かって、はい、はい、ですからもう絶対このラジオを聞いてる人には、はい、シティハンター見てほしい。間違いない、絶対見てください。面白いですよ、本当に面白いから。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本日のゲストは声優の神谷明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また呼んでね。